さあさあ、西明殿、箸をお取りくだされ。秀平殿、これは蝦夷料理でござる。嘘を飲みでまことに口羽ばたきことながら、この紅酒、沈む夕日のごとく味わい深いものがございますな。刺身の一箸にさえ美をお感じになられる。さすが弓矢を捨て筆一本でその名を馳せておられる当代一の歌人じゃ。さあさあ、まず一本。いやいや、これは仏の道に入った者がお酒をいただくわけには。何の、お主とこうして膝を交えるのも45年ぶりのこと。無礼講でもありませぬか。しからば、なもあみだぶ、なもあみだぶ。都を隔つる奥州といえども、物の流れ金の流れは金売り吉次から聞いているのじゃが、清盛公の作った平治の世をお手前は何とみなさるかの。新しき国づくりであったかと存じまする。新しき国でござるか。はい、都を福原へ移し、海運による日の本の進むべきしるべを志したのだと思います。清盛殿とは同い年、その気持ちがよくわかります。おお、お手前と清盛公は同い年でござったか。ただただ日の本を豊かにと願っていただけのこと。ただあまりにも先を急ぎすぎたために世の抗いも多く、後白河法皇との仲も冷めていったのでござりましょう。頼朝殿が挙兵され、その討伐に手こずるうちに熱病に倒れ、死の間際に我が夢いまだかなわずと嘆かれたそうでございます。武士として初めて太政大臣になり、兵士でない者は人ではない。沈む夕日を呼び戻すことができる人とまで言われていたそうじゃが、はい、確かに僧侶の間においてさえ兵士の横暴を抑えられるのは源氏の御曹司牛若丸しかおらぬなどというものもございましての。なるほどの、牛若丸は鞍馬山で鬼を相手に遊んでおったからの。そう、そんな鬼に五条の大橋で武蔵坊弁慶に出会ったそうにございます。怪力無双の荒法師として、その名はここ奥州まで聞こえてござる。牛若丸と弁慶、まさに鬼に金棒でございまするな。時に清盛公は都の財宝を使って厳島神社を作り、
平家一門を挙げて経典を奉納したというのはまことでござるか。はい、今もこうして目を閉じますと浅瀬の海に拝殿と大鳥居とを結ぶ能舞台から笛と鼓が聞こえてきそうでございます。